こんにちは、荒木和弘です。令和4年1月24日月曜日のショートメッセージをお送りします。今日1月24日というのはですね、実は民社党の結党記念日です。1960年昭和35年の1月24日に結党されました。ですから今年で、60と2年目、ということになります。で、今は、コロナの関係でやってないんですけども、毎年だいたい結党記念日の頃に、職局の OB とか国会議員の元国会議員の方々とか集まってですね、秘書団の方とか、結党記念日の集いというのを、やってきました。で、行くときにですね、うちの女房から、回答の日だったらね、命日みたいなもんですから、だったらわかるけど、なんで、今頃になってまだ、誕生日でやってんだと、いうことを、言われたことがあります。で、実は全く同じことをですね、元参議院議員、自動車労で日産の労働組合の、出身の組織内議員であった、田淵哲也先生もですね、挨拶の中で、全く同じことを女房から言われたというふうに、おっしゃってました。で、本当にその通りです。我々、やはりですね、成仏できない自爆霊みたいなもんで、民社党をなくすときは、新しくできる新進党に民社の精神をというふうに言ってたんですけども、もうその新進党なんかとっくに誰も覚えてない、という状態ですよね。で、次から次へと政党が変わっていくと。で、最近でも、やっぱり民社党があったらということを言ってくださる方がおられて、それは大変嬉しいんですけども、嬉しい一方で、いくら末端とは言っても当事者だった人間とはしてはですね、申し訳ないというか、お恥ずかしいというか、そういう思いばかりです。で、私が、この拉致の方をもう続け始めて19年、四半世紀になるんですね。調査会始めてからも19年ですから。で、そうやって続けてくる理由の一つにですね、民社党の解党への流れというものがあります。昭和53年、1983年の八三政治決戦、と言われたときに、統一地方選挙、参議院選挙、衆議院選挙と民社党は、全部勝ちました。で、その時一番ある意味では良かったんですね。少なくとも自分のいた時の中では。で、みんな浮かれちゃっていたと。で、その後から、おかしくなっていったわけです。昭和60年、1985年に、佐々木良作委員長の次の委員長をめぐってですね、党内で、混乱が起きるということから、始まってですね、その後の選挙、中曽根内閣の時のダブル選挙で負け、その後はずっと負け続けてしまったと。で、そうやっている時にですね、ここも、これだけ、議席取ってたんだから、次はとりあえずそんな、大丈夫だろうというような思いが、やっぱり一つはあったんではないかと。で、そうしているうちにですね、どんどん状況は悪くなっていく。それから、悪くなっていくとですね、これは弱り目にたたり目みたいなもんでですね、いろんなことが全然その民社党の責任でもないようなことでもいろんなこと起きてきてしまうんですね。で、そして選挙の時には、ともかく、それまでやってったことをですね、もう繰り返すと。で、新しいことをやってですね、失敗したら責任取らされるってことなんです。で、結局ですね、同じことをやり続けて、そしてどんどん票が減っていくということがありました。ある意味、北朝鮮が今、ミサイルボカスカ撃ってますけども、なんとなく気持ちもわかるような気がするんですね。その時はそういうもんです。これはやっぱり日本がですね、戦争末期に、もう効果も関係なく特攻隊を出しちゃったということが、何度かあったと思います。それもやっぱり同じかもしれません。で、やっているうちにですね、自分たちのもともと持ってたもの、思想とか理念というのは、これはもう本当は普段はあまり表出てこないんですけども、そういうものもですね、疑問をだんだん呈されるようになってきた。自らのアイデンティティがなく失われていった。というふうにしているうちにですね、政界再編の流れが出て、そして、民社党は新進党へと合流をしていくということですね。で、公明党の場合は、
もうその党を2つに分けといて、新進党に合流するグループと、それから合流しないで残っているグループを残しておいたと。で、まあ結果的にはですね、それで今のまた公明党に戻ってきたわけですね。民社党もひょっとしたらそうできたかもしれないし、まあそうしようとした方々もおられたんですけども、まあ結局、流れに乗らなきゃいけないと。いうことでですね、正直にやってしまったということです。で、今になってからですね、なくさなきゃよかったとかですね、まあそういう話を、まあこれは外の方が言ってくださるのはありがたいですけども、内部の人間がですね、言うと本当にもうただの愚痴にしかなりません。もう政党、まあ今の政党っていうのは昔の政党と違いますから、その気になれば簡単にできると言えないことはないんですけども、まあそれにしてもですね、やっぱり政党を一つ作るのは大変なことです。で、当然金もいります。だから組織もいります。そういうのなしでですね、やるってことはまあほとんど不可能なんで、これはもうまあそういう意味では、民社党再建つたって、そう簡単にもちろんできるものではない、ということです。で、まあ、改めて、でも一体、じゃあ、私たち何をするべきなのかということなんですけども、もう、今、制度の状況だと、政党の方は次から次へと、まあ、変わっていくと思います。これから先も変わると思います。で、まあ、自民党と立憲民主党の党差というのもですね、立憲民主党に、権力を与えたのが自民党で、自民党から権力を取ったのが立憲民主党って、まあこれちょっと言い過ぎだというふうに言われるかもしれませんけども、そういう部分だってあるんですよね。自民党だってですね、今はまあ、あれだけの組織ですけども、一旦権力を失ってしまったら、おそらくみんな、うんさん無償しちゃうと思います。それはもう、新進党が、新進党ができたとき、それから民主党政権のとき、あるいはまあ、細川連立内閣のとき、まあ、それぞれのときにですね、やはり自民党って結局権力があるから、つなげられていた政党だということが露呈をしている。わけですね。で、まあ、これから先もどっちにしても、そんな落ち着くような状況ではないと思います。ですから、それはやはり一つ下がって、政党の人間ではないにしても、やはり、その理念とか政策をしっかり持ってですね、それをやりましょうということで、訴えかけていく、そういうものが必要なのではないだろうかとか、本当の意味でのシンクタンクですね、それが必要なんではないだろうかなというふうに思っています。これはもう組織として例えばできなくても自分一人としてでもですね、やっていかなければいけないというふうに思っている次第でございます。まあ、そういうようなことが拉致問題を結局続けてくることにつながってたと思います。政党はまあいざとなればですね、潰れたって再建もできます。その気になれば、できますけども、国はそういうわけにいきません。一旦国で、国を失ってしまったらば、それを取り返すというのはですね、もうそう簡単なことではない。もう、僕はもうこれまで、国を失ってきた人たちのことを考えるとですね、もうよくわかると思います。ですから、もう最後の最後までですね、これ絶対に諦めるべきではないというふうに思ってるんですね。それはもう諦めてしまったらば、次の世代に対して、もう本当に償うこともできない罪をですね、負うことになるだろうと思っています。まあ、本当にですね、消えてしまった小政党の人間のぼやきかもしれません。でも、やはり、その時の教訓はせめて生かしていきたいというふうに思っている次第でございます。全国に、そう思っている仲間は少なくないと思いますので、改めて頑張りますという決意表明を含めてお話をいたしました。今日もありがとうございました。